タメンにならない情報メスタクラブへの移籍を検討。リバプールはジョー・ゴメスが今日の試合メンバーにいないことを確認した。彼は夏の移籍期間の最後の2週間に向けての選択肢を検討している。スロットさん、ジョー・ゴメスは出しちゃあかん。わかってないのか。普通に後ろ全部できるから、移籍なら CB1 枚取って解決、ではない気がするけど。怪我がちだけどポリバレント出し貴重な戦力なんだよな。ジョー・ゴメス大好きおじさん、ゴールを決めずに退団することになったら泣いてしまう。せっかく開幕で気分ぶち上げパーリ内だったのにやめてくれよ。ジョー・ゴメスのゴール見るまで死ねねえんだよこっちはよ。ゴメスも移籍の可能性あるとは。確かに現状 CB での序列を考えればというのはあるけど、ゴメスもセップも抜けたらさすがに頭数足りなすぎる。今シーズンは、選手層を厚くしたくないだけなのでしょうか。ジョー・ゴメス・ゴードンが再燃するぞ。あら、気持ちはわかるからなんとも言えん。そりゃそうだよな。ジョー・ゴメスにはどんな選択肢であろうと幸せになってほしい。大工怪我したら終わりそう。